みんなね。
早速自己紹介をしたいと思います。埼玉県出身20歳、斉藤まどかです。広島県出身20歳、広本瑠璃です。北海道出身19歳、石栗かなみです。愛知県出身19歳、米村きららです。千葉県出身18歳、久保田ななみです。神奈川県出身18歳、としろすみれです。石川県出身17歳、中山夏目です。岡山県出身17歳、西田きみくです。東京都出身16歳、北原桃です。佐賀県出身15歳、筒井ロコです。よろしくお願いします。本日は超夏止め2023ということで、2日間にわたってさまざまなアイドルさんが出演されていますが、この夏の初めにふさわしいイベントに私たちお茶の間も精一杯盛り上げれるように頑張りていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。お願いします。それではライブの方に戻りましょう。皆さん盛り上がっていきますか。声出していきますか。続いてはこちらの曲。
つかまるメロメロなメロディーだってお腹もいっぱい夢いっぱい乗り乗り乱り自分の言葉を否定しないさ計画してるすごい未来な胸を張って動き出せば私の時代だだって人生遅れの振りから本当
公開されたお茶の間のライブ楽曲としておなじみのよりどりみどりも披露させていただきました。皆さんもミュージックビデオを見ないいただきましたか？ありがとうございます。はい、このよりどりみどりが収録されたサードシングルが7月26日に発売されます。そして MV ですが来週再来週と3週続けて公開されますので、気になった方はぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。見てね。はい、そしてよりどりみどりの他にもアニメのエンディングテーマになっている曲や、広瀬香美さんの作詞作曲してくださった夏曲など、盛りだくさんなクワトロ、A 面シングルになっておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。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 はい、このサードシングルのリリースを記念しまして、たくさんの場所でリリースイベントを開催させていただいております。次はですね、5日に、池袋サンシャインシティ噴水広場にて行います。ぜひ皆さん遊びに来てくださると嬉しいです。その他にもですね、夏のツアーだったりアイドルイベントに出演させていただいているので、公式ホームページのチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ここまでお茶の間のライブをお届けしてまいりましたが、続いてが最後の曲になります。今日初めてお茶の間を見るよという方もいると思うのですが、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それでは聴いてください。サードシングルのお茶の間の中から、ちょっと情緒不安定夏。夏のせいかしら、誰のせいかしら、ちょっと情緒不安定、頑張りが運だ目に出るタイプよ。地球だから6センチ浮いてる、oh oh、 おしゃれしたつもりでも独特だねと、理想のタイプ言うと変わってるねと、聞くから真面目に答えちゃう。ごめんね、私夏が好きな